うわーいた。ミネオ TV。 ミネオ TV。 はい、皆さんこんにちは、ミネオです。やっとロロスカのね、村に向かってるんですけど、ちょっとレアな巣を見つけたんで寄り道してみましょうか。寄り道してたらなんかいい、あ、ちょっと待って、これあ、アンジャナフここで出てくるのか。なるほど。まずはじゃあとりあえずこういう格好してこいつ初手スピードで来るからな。僕はテクニックでかわしていこう。よし、いいぞ。そしてこいつはあれか、鋭利が効く感じだね。ここは弓を持って攻撃していこう。とりあえずね、2つ目の村序盤でアンジャナフゲットしたいよね。 OK、 いいぞ。いいダメージ入ってる、大丈夫だ。毒が入るか入らないか。さあここでライドンだ。ライドンタイ、ライドンタイ、ライドンタイ。はい、すいません。よし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 、大丈夫で、このあとあれでしょう、向かってきた時にね、あのアタックマンになるから。よし来た。で、この時に、必ず、パワーで来るから、ここは、絆で消していこう。よし。で、こうなってきたら、スピードでアタックなんで、オトモンをチェンジ。さあ、少し育てていたナルが来るが、ナルちゃんを投入。ナルちゃん投入してからの、はい、スピードアタック。これで鼻を潰していこう。やつの息の根を止めるんだ。よし、いいぞ。もう一回ぐらいダブルアクション。ナイス。さあ、ダウンだ。さあ、そろそろ起き上がって、ペイントボール行きたいとこだね。よし。このペイントボールがだいたいね、本当は 50% なのかな。で、スキルや云々ついて、ね、50% とか 70% とかなりますから、基礎スキルお持ちの方は必ずつけていこうね。はい、無事、基礎ということで。じゃあ、この後また基礎のところね、巣を追っていきたいと思います。今回は結構割と普通に直接で寝てる感じですね。さあ周りのアイテムは一応回収しとこうか、ね、ここ意外とね、紫お守り、レアお守り出たりしますんでね、皆さんも回収忘れないようにしていこう。さあ卵勝負どうだ。ダメだな。こっちはこれもダメだ。いやこれは出ないなこれは出ない。まあ仕方ない。よし、とりあえずレアが卵を持って帰ろう。これは仕方ない。はい、ということで無事燃える蒸留卵ゲット。さあじゃあ町に帰ってきたんで孵化してみましょう。割とね、洞窟だと割と出現するみたいなんで、みんなペイントボール使って集めてみてはいかがでしょうか。それではまた会いましょう。失礼いたします。